演舞開演。どうも皆さん、夢持っていますか？というわけで、昨年発売されたミスタードーナツ夢のドーナツがまたまた発売されています。今回は地域によって発売されている夢が違うんですね。ホームページ見ましたが、私の住んでいる地域ではまずこちらのホンデチョコクランチが発売されていました。では食べてみたいと思います。いただきます。もちもちザクザクの二重生が心地いいです。フランチになっていることで、いつものもっちり感だけでなく、ザクッとしたザクザク食感も味わうことができて、2種類の異なる食感を一度に楽しめてとっても美味しかったです。きっと2種類の食感を楽しみたいという夢があったのでしょうね。続きましては、こちらのホンデエクレアというものを食べてみたい。ホンデエクレア、名前からするとおそらくこの中にはエクレアのクリームが入っているのでしょうか。ではいただきます。カスタードくんもちゃんといますね。美味しいですよ、もっちりと。予想した通り、中にはカスタードクリームが入っていました。しかも結構卵の風味が強くて、もちっと生地を噛んだ後の口に広がる旨味がとっても美味しかったです。やっぱり食感を楽しむエクレアということで夢を見ていたのかもしれません。そしてラストのメープルラスクチュロ、これもまた良さそうですね。結構重量感あります。ではいただきます。程よい硬さもメープルの風味を楽しめますね。程よい甘さのメープルグレーズがコーティングされたチュロスを噛むと、そのメープルの旨味が口中に広がってとっても美味しかったです。ちょっと硬めなので若干顎のトレーニングになりますね。まあ普段どんだけ使ってないんだって話ですけど、私の住んでいる地域では夢のドーナツの中では点数は低いですが、一番応援したくなるドーナツでした。公式サイトで投票できるようですので、皆さんもぜひ食べられる方は食べて、そうでない方は投票してください。でも他の地域でも食べてみたいっていう気持ちは、自分の投票に何にしようかな。夢は選挙で暇なものなんですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。